じゃあ俺も来年に向けて仕上げてるんだよ。マジか、バナオさん落ち狂っちゃってるからな、慰めてあげないと。これ音量どんぐらい出てる？バナオどうして悔しすぎてスト5やめてサードに専念するとか言い出したらしいよ。さすがに周りが止めてあげないといけない。あ、ログインしてない。面白すぎる、この辺から。健全じゃない。本当にやれるのかお前って言ってやってもいいけど、それは全く聞こえない。絶対無理だろ。もう1年費やすなら電人流でいいのかっていう。そうなんだ。運じゃん本番が結局。あれ、なんか画面ちっちゃくない？こんなことならもうちょっと練習しておくんだった。移動投げのタイミングとか。移動投げってあれ距離ちょっと違うよね、何フレームキャンからキャンとかで。いや一緒？1フレームからキャンしかない。しかないの。うん、じゃあ実力出ない。いや俺前回負け越してるからもう格付け休んで。よし、私は見えよう。明日取れたくさやな。わ
パンピーだよ。オーバーです。 いつ技振ればいいんだよこれ。いやもうマイケルタンより強いよ、どうやら。あり得るよね、うん、理屈が。マイケルタンなんかしようとしてこっちの方よく当たるの。こんなゲージ状況以外でやることが最初ぐらいか。チンチンをやるなら間違いない。江上氏的にもあの机って邪魔なの？いや、あんま気にしたことない。なんかあれ確かにうわって思うかもしれないけど、でもやってるとそんなでもないよ。うん、待ってください。ちょっとやったら意外と勝負にはなりそう。ジャングラー覚えると多分荒らされない。 OK、 これでしょ。そう、出なきゃいけない。そう、そうなるよね。なんだよそれ、不思議なダンス。あ、あれ起き上がれないのか。そう、俺がさっきからミスってんのかと思った。マジ逃げしこなんだけど。もうくそつまんねえ。ちょっといやでも中足当たってんだよな、何度かゲージあるときに。あ、中足砲翼2フレ目押しだから、うん、そこ訓練だよね多分。うん、やってないと出ないね。俺もしかもスト5のチュンリーの中足確認と絶妙にずれてるから。そうなんだ。うわ、適当に選んだら強そうな色になった。え、これは結構たまるんだやっぱ。ん、普通か、大パン、大パンと一緒か、ジャンプ、ジャンプ大パン。こうやって往復してるだけ。画面端に押すんだけど、なんなんだよ。
SGGK でした。知らねえダメなんだあれは。はさすがにちょっと知らないあんま意味ねえし。これ理解がここまでいったらどういうところで差が出るの？いや、そこまでいかなかった。そうか、まあ、序盤とかの細かいのは大貫さんとかも気合で勝とうとしてくる。こういうところなんじゃないの？意外と今の一連のこれこういうの。そうでもない最後の方よく。でもやっぱそういうので最初に溜まるゲージの量が。中足の長さが思ったより分かってない。思ったより短いし思ったより長い。どっちかっていうと思ったより長いだな。壊しさ、見分けつかない。そうだね。せこい。まあ精度だな言うてやっぱり。つまんない組み合わせだなこれ。だからって剣とかやってももっとつまんないじゃん。つまんないっていうかもういいねからぶっ壊すだけだ。探求心からか攻めてきてくれてるから今差がついてるけど、確かに画面が上っても意味ないんだよな。
どんなゲームだよマジで。あ、逆だ、怖い。投げ食らっとけってさすがに見えたよ、ね、リープ見てたんだけど一応まあ筐体じゃないし、でも MMC やっぱ画面往復させたら世界一あるわ。一回なんかブロれたら勝ちって一生カクカクしてた。そんなことするわけねえよな、エガミシが。でも起き上がり中足で負けだったからし。そっか、うん、あーそういうのはダメなんだけど。うん、どうやって跳ね返るんだ。ちょっと待って、死ぬ前に跳ね返り方だけ教えて。一回跳ね返り損れると、損ねると跳ね返れない。だから今さっき、ま、踏んだ後はもう跳ね返れない。踏まなければ踏んだ後も跳ね返れるけど、跳ね…なんだろう、それって踏む前に跳ね返るポイントあるじゃん。うん、うん、これだよね。そう、踏む前に跳ね返りポイントがなかった踏みの後は跳ね返れる。うんうん、うん、こっから、こっから踏んでみたら跳ね返る。ここ、うん、あ、あ、うん、あ、踏むのね。うん、そう、これは跳ね返る。あ、うん、一回こっきり跳ね返るチャンスは。なるほど、うん、いやー、1ラウンド目あれを負けちゃうからね。こんなにラッキーが。あれ、
そう、ほぼ同じペースでゲージを貯められてしまっている。モードが露骨に変わる。それ追っかけてる側ゲージたまんないからやばいよ。確かに、うん、ダメだダメだ、あもったいねえ、もったいねえ、すまん、不慣れなんだ。ああがっかりしてた、いろいろ。下がってもさ、別に状況変わんないよ。そう、むしろ貯められる前に殴りに行った方が良かったのかな。なんかあそこを気合だね。気合ポイントか。まあ理屈上気合だから。立ちでやってるんですけどね。理屈上下がる。間違いない。え、もうここから投げは降りる。かまんす。ゲームの作りが悪い。なぜ各ゲーマーが連打で再戦しない方に行くと思っているのか。作ったやつさては格ゲーやったことないのな。ないね。それは理屈上あり得る。階が吹っ飛んでくの。一番低いジャンプ台系とか。飛びいろいろ強いよ。それはやってかまあいろいろあるからね、サードは。低くても高くても。
心理は実はいろいろあるから。来る相手にはこれを打つと強い。うわあ、たまると小技が出てくるんだけど何なんだこれが長年の戦士なのか。警戒心だ。もうダメなのかあそこで、うん、なるほどね。来る相手には判断が。話し入力は、うん、わかんない。追わせて走ってきたところに移動投げ。なるほど。やっぱアクションブームは上手いキャラだったのが上手いからな。当たり前だ。あいつ休みをすべてサードに使ってるからね。やべえ。てかバナオさんやべえけど、もっとやべえやつ身近にいた。確かに。なんでサードなんだよ。うわあ。できればいいでしょ。勝っても負けても。当たってる。いや、足保育の練習だけしないとちょっと土俵だからな。土俵に
どっちのミスなんだろう。遅いミスだよね、きっと。分かんない。なんかキャンセルできないフレームとかあるんだよね。そう。けどまあ結局そのキャンセルかかる2フレームが最後の2フレーム。もう全然出ねえっつって出ないまま世界大会終わっちゃったし。しょうがない。それは。なんかラグかったんだよね。オンラインのディレイをゼロにしないとオフでラグんだよね。これなってんのかな。なってるはず。独自用はしたはず。取れたら中足を押すといいよ。なるほど。なんとかね、それ。なるほど。ずれたずれた。早打ち勝負だからね。クソ、それが正解だった。うわ、マネージ出した。MOV 戦法された時のつまんなさったらね、うん、MOV さんは世の中に一人しかいなかったから味わうことがあんまなかったんだろうな。あっ、うっかりスタートでいけんじゃない。元はジャスティン・ウォン戦法をブラッシュアップしたものなんですね。なるほど。このバックジャン・ダイパンとか大軽度の発見一発分ゲージ溜まってるのが見せた。中足グラップいいよ。それは、あの入力が簡単だし。餅つきか。
って一緒の体力じゃんこれ要するに。そう。いやでもでもあの体力で、うん、あいつらマジで今のベゲ側が大パン2発とかで殺そうとしてくる。ないよね絶対きっと。あベゲ側じゃないこっち側、あれどっちが少なかったんだか覚えてないけど、少ないのは江上氏側だから俺ってことでしょ、うん、ないよね。ないっすよ今のこの発見も俺ビクビクしてる。マジで。いや大パンないでしょって言っても不思議な顔される。安いとこで打たないよね。スカカってもらう技出ないよね、うん、で回しててたまたま見えちゃったらくるくるポン、くるくるがいらないポンか、うんうん、跳ねる。ああそういうのもあるな。開幕、ファイナルラウンド開幕相手2本こっち1本で始まるの別にそんな6-4とか絶対ついてなくねっていうのも同意が得られる。だってもうゲージ溜まる量が大攻撃って話よね。中学生が一生懸命勝とうと思ったらこうなるだろ。殴り合うより簡単なのに。あれは何か入ってるの？まあいっぱいブロればゲージが溜まるから。そう、あれにリスクを負わせらんない。あ、もうダメージ与えない方がいい。見たよ、これ。あれ、でもん？なんかあった。最後の2発の発見は1発目にスカカク攻撃当てればワンチャンあった。ワンチャンあった、ワンチャンあった。俺じゃあゲージ貯めるんじゃんとか思ったけど、あワンチャンあったのか。あーつまんねえ。早打ち、早打ちポンだ。あ、SGGK 勝利すらつまんねえ。勝利超つまんないよね。情報よく食らってもいいという判断。あーやばい、食らえなくなった。
このフィニッシュの時、うん、ハイジャンプしないで、うん、立ち弱パンと立ち弱系がどっちもビタで入る。追撃でってこと？そう。マニアックだな。でビタな。やられてしまった。一生できたよ。セーブできないんだ。確かにこの作業をなくしたし、あのキャラセレ画面もなくなるから。もういいじゃんな、ここ一人用のモードしかセーブできないんだ。ノーダメで1ゲージ溜まってるんで寒さしかないよ。正解なんだよな、なんか見えたったら、うん、これしかない。まあそうだよね。あ、取れた取れたと思ったのに。あー、前かした。下手くそすぎる。安全度が高い。もう技術ないから追撃しないで後ろ下がってゲージ試しようかな。密着。密着なんてしたくないよ。なんかした。くそ。端取んのがいいよ。そうだ。わあ、壊し。マジ中技振らない。いや振らないよ、死んじゃう。すいませんすいません。もう俺が悪かった。むしろしかないんだよ大会。振ってるやつは振るわけないな、エガニシが。一回の大会、あーうっかり中足振っちゃって終わっちゃったとかだよ。振らないでしょ。振る相手にはこれです。あんだけ死守する気でも刺さるもんだよな。不思議なことも。あ、わかんねえ。
別にこっちのゲージがもう増えないからそれで一発ずつ確実に貯めていく作戦。これ咎めれなくない？咎める手段がない。そういう感じだよね。ダメだね。貯まりました。で？で？来いよ。血が来いよ。どうすんの？この机縦に。あ、めくたくやだな。この早打ち逆タク、この早打ち、いやそれあ、取ったつもりが、宝玉出てれば、宝玉が出て宝玉後の置き攻めが中継ができれば、中継いるか2分の1で自分か相手が死ぬ。じゃあいる、やってもいい場面はある。そう、あのね、はい、あいつらね、あいつらMOV さんに20連敗してて、はい、潜在一軍の2分の1で勝てるチャンスが来た時に2分の1引きに来ないんだよ。へぇ、すごくない？あれ、ああ、教えてくれるの？あいつら。すごくない？ 2 分の1だよ。格ゲーで2分の1以上になることあんまないよ、勝率が。勝率これ何？バーサス？これもね。これも？これもでも 2P 動くの？今どういう挙動した？もしかして、それ決定後、江上氏に権利がいくのか。あ、そういうこと？でもそれ前は動くんだ。動いてたよね。キャラ弦が多いんだけど、はい、そっち動くのかな。動くのプレイヤー、あ、プレイヤーになってたね。ゲージ、体力、うん、こうよく当てて、まず踏み踏み、状態保存ないんだよね、確か。ないっす。踏み踏みを覚えると、あ、ちょっと位置入れ替わってもらっていい？はい。ようやく、あ、ごめんなさい。最速踏みやっちゃうと次の踏み当たんないんだ、うん、俺今当たったの。俺なんで当たんの？それでいいならそれでいい。当たんないはずなんだが。あれなんか。でも裏に行ってる。なんか変だな。え、なんか変だな。別物？え、でもアニコレはなんか要はアーケードのエミュレエミュみたいなもんな。新規版ってことはさすがにないでしょ。なんか変だな。あ、でもこんな感じなんで、チュンチュンで保育のあと踏み踏み当てるタイミング。ハイジャンプ自体は速くていいな。ハイジャンプは最速で、中下中継がトントンぐらいなんだ。当ててみたい。お、ちょっと最初の踏みが遅すぎたかもしれない。あ、そんなの、うん、で、これで絶対に逆タクで火端から当てても端が取れるんだ、うんうん、あ、で、その後ジャンプ強攻撃一回空振って、こんなんか、第2回分のゲージタンができる、うん、
た方がよくて、はい、でもう一個はちょっとこっちこの辺からだとフォルカスターと踏みしなくても端からこれが、うん、まあ代々でもいいんだけど、うん、これだといいポイントは、まあ、ダメージが代々と一緒で、それ最後中継中継、うん、ゲージ回収リート、死ぬと、なんかやるふりなり、積み合いしかない。こんなんでいいの？うん。代々でいいのかな、代々ちょっと難しいんだもんね、うん、なんか引きつけんだよね、ハイジャンプを、そうそうそう、あ、それでいい、で、代々リープ砲翼、うん、むずいんだ、うん、確認もむずいし、リープのタイミングもむずいんだけど、入れ込みで一応、うん、一応 OK で、うん、リープの持続の最終フレームが重なっちゃってるとガードでも出ちゃうって感じ、うんうん、それ以外だとガードとヒットのなんかリープの差時間の差であるで、うん、だからリープ入れ込み方向だけはできた方がいいと思う、うんうん、あ、一向に成功しないやつ方向打ってここでニュートラルに戻すのが遅かったんだ。ここでしっかりニュートラルに入れた方が簡単ってことですよね。そうだね。あ、今のは三大系が遅い。うん。できてる。いいね、うん。代々か。で、あとはなんかあ、昔やってたけどさ、うん、代々はしなくてもさ、うん、これでリープいけるの？あ、いける。あ、じゃあこれでいいや。うん、今もいけてる、うん、これでいこう。あとは、あとはこれガードした後とか、うん、ちょっとこっちが不利なんだけど、はい、とかこれガードした後、うん、これちょっとしゃがみガードしちゃうとしゃがみガードした側が、うん、いや、これしゃがみガードで五分か、はい、違うな、しゃがみガードしちゃうとだいぶ不利、だいぶ不利なんだ、うん、トントンでみようか、1振りかも、そんぐらいっぽいっす、立ちガード5分、あ、じゃあ2振りか、しゃがみガードチュンでしゃがみガードで硬直に伸びるから、うん、で、うん、何が言いたいかっていうと、これの後とかこれの後とかの五分っぽい状況の攻防はどうなるんでしょうか。魔境なのでは、サードにおいてはチュンチュンは特に魔境、うん、どうするの、まあ、まず例えばこれ強いんだけど、うん、あとこれ立ちガードしろって結構鬼じゃね。あ、いや、だからまあしゃがみでいいの、まあ、まあこの五分ぐらいのってことに、うん、
これ強くて、うん、ゲージも溜まるし、うん、しゃがみヒットすると減るし、うん、前か下じゃん、うん、前か下なんだけど、で前風呂されちゃうと、うん、ギンギリ食らいます、うんうん、でギンギリ食らうとつまんないです。なんでギンギリ食らうの自体はつまんなくないんだけど、うん、ブロゲンって食らうと次置き攻め100列確定しちゃうんだ、うん、ああなるほど。でゲージがすごい溜まるんだ。椅子を一回でもあってよかった。ちょっと低い黒い椅子。バルキアクロスってできる？あの連打タイマーがあって、うん、5回目同じボタンを押したときに出るやつ、ね、そうそうそう。連打タイマーの91フレで、で連打タイマーがスーパーアーツとかブロッキングでキャンセルされるんだっけ。そうだからブロゲンからだと、ゲンタタタン、うん、走ってポンとかできる。ゲンタタタン、ああ台形でやる前提、うん、歩いてポンでいいかな、とりあえず。慣れない入力でわかんない。弦自体をパタパタンで出してもいい。ああ、うん、そう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 。で、初段を重ねるとゲージもりもりとなるから、うんうんうん、あれ、ゲージ通常にしたんだけど、ね、すげえな。めっちゃたまり、やばいね今の。やばい、暴力入って入って。あんま意味ないけど。あ、初段入ってない。百列初段ガードさせないとね増えないんだ全然。はい。そのためのなんか。タタタタンでも一緒だ。あ、俺が受け身取ってねえか。そう、めっちゃたまり、こんぐらいたまってた、うん、かな。そう、ブロもたまるから結構。ああ、そっか。リスタートないんだね、これ。ナイス。なかなかクソです。でだ。だから五分状況って一番リターンが高いのは、うん、八景しゃがみヒットより、うん、ブロゲン百列だと思うんです。ああ、なるほど。で百列ブロられると、うん、ブロった側が取ってる分だけゲージ増えていくからお得なんだけど、うん、一応100列と中足100列で、なるほど、読みが外れる。中足100列もゲージすごいから、どうしたらいい。じゃあ、あれ、前中継発見。くそ、今のは入力はタタタタン5番。うん、そう。だからブロゲンしたいんだけど、うん、ブロの読み合いをしてる時点で、うん、2分の1だからどうなのっていう感じで、うん、で速さで言うとこれ8で、うん、これが7で、うん、
八景と中足打ち合うと一応1フレ早くて五分だったら中足が勝つ、うん、あと下風呂を入れて八景をしゃがみくらいすると痛いから基本風呂入れんなら前のね、うんうん、だからなるほど、理屈は風呂に対しては一応中足打った方が強い、うんうん、じゃんけんとして。なるほど。でもって電源8戦8なんだけど、うん、中足打ってあ、これガードして電源打ってみて、立ちガードが5分だからいいかな、はい、うん、その技3フレームぐらいから足元が浮いてて、はいはい、すげえ見た目してるもんね、うん、俺かな位置的に。いや、江上氏が、うん、もうこの辺からうん、この辺から浮いてるから浮いてる、うん、マイナー5ぐらいから中足に勝てんだよ確か。へえ、なるほどなるほど、うん、そんな要素もあったんだ。でもこれ八景と打ち合うとしゃがみくらいでいっていいから、確かに、まあ、八景中足ゲンゲリプラスブローの読み合い、うん、あと移動投げも強いのか、うん、ガードして。なるほど。これさ、ガードさせた側はガードした側は投げ無敵あるけど、うん、ガードし、うんと下側は投げ無敵ないから、ガードした側は移動投げっていう選択肢がついてて強い。ただまあ距離を選ぶから打てたら強い、うんうん、なるほどなるほど。で、ブロゲンが最大リターンなんだけど、自分の方が勝率が高いと思ってるんだったら、うん、最後に立ってる確率が高いと思ってるんだったら、うん、そこの読み合いは何もしないのが、うん、なるほど、一番あれね。キャッシュグラップと、うん、キャッシュグラップ簡単だね、要するに、うん、こういうことでしょ。そう、強いな、確かに。意外と知識あるな。飛び越えの練習かな、往復できると違うでしょ、うん、高く飛ぶのがいいってこと。ハイジャンプだね、まずとりあえず、うん、okay. のと、まあ、前にハイジャンプしてくぐられてたらブローにするの、うん、くぐられてたらブロー、くぐられてたらここ、そう、うん、で相手の頭踏めそうなら要素で踏むの、うんうんうん、ハイジャンプで、そう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 、でできるだけ相手のふくらはぎとかお尻、背中を狙うとブロローとした相手がめくりガードに勝手になったりする。めくりになってて、今めくりだった、うん、試合中なんとか食らってたのももうめくりだったってことですね。そう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 、めくりだった、めくりだった。まんじすぎないこの技。いや、すごい、めくりで、取られると、うん、こう跳ね返るわけよ。でも反撃ないわけよ、はい、これ反撃なんだけど、こういうのやると逆に死ぬわけよ、ジャンプ攻撃出せるから。はあ、それは熱いね。うん、そういうこと。で、それはハイジャンプの読み合いだけじゃなくて、1ラウンド目のゲージをしょうもなく貯めてる時とか、うん、ちょっとなんか状況不利になってきちゃったから、うん、これとかやってなんか改善しようっていう時に、うん、飛びで荒らしに行くのが割と手っ取り早いんだけど、うん、高め飛び、低め飛び、うん、で、この要素はブロッ
ってくる相手に対して魔界になるからブロヒザとか入れ込んじゃう人多いんだよ、うん、そうするとこれ大攻撃一発ヒットするってゲージ的にすごいじゃん。そうそう、うん、砲翼絡まなくてもあったら大惨事だし、うん、あと砲翼決めた相手ワンブロ中足やってくんだけど遠目取りに、うん、そういうのにこれがでも中足でいいのかな、そっちが、うん、あり得るよね、カクテル、うん、うわそれはいよいよ持って負けを行き、そうそうそう、いろいろある、へぇ、あの飛び、まあ、だったらあれだな、エガン氏がもうこんなん付き合ってらんねえわっつって飛んでこられた方が俺は勝てなくなるな、うん、そう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 、ってことは多くのサードプレイヤーも同じになるきっと、あとはなんだろうな、あ、で結構出てくるな、そうそうそう、飛び越えちゃうときはブロなんだけど、うん、ブロった着地だよね、カラジャンプ、うん、膝とかをブロれればいいんだけど、ここに砲翼を狙ってくる場合、はい、どうしたらいいのか、投げられてはいいのか、うん、安定は何もしないんだけど、で、意外にしてよくやってる、これだよね、ジャンブラ何も出ないのがいいね、これブロッキングできるの、そうやばい、だから見た目すごい、ジャンプで端から出ても一瞬しゃがんでもう一回ジャンプしてピョンピョンだから、でもどうしても砲翼食らいたくなかったら一応相手を遅らせのタイミング、うん、さじ加減次第で刺さっちゃうから、うん、どうしても砲翼食らいたくなかったら飛び越えてベタ折りで、うん、ブロ入れた後ちゃんと着地までにしゃがみガードに戻すこと、それはじゃないと着地に重なってる下段食らうから、うん、そう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 、ああそういうことね、うん、さすがに、うん、むずい、結構いやもう着地直前のブロとかしなくていいから早めに、確かにポンカッ、そうそうそう、カッカッ、そうそうそう、カッカッカンカ、だってこんな着地ギリギリを空中技で狙ってくる人いないでしょ、うん、確かに狙われてもいいし食らってもいいし、うん、何も起こんないです、うん、あとあと高角砲翼あれこれ、うんうん、ゲージ、うん、誰向けなんだ、ベゲだけのためで誰か聞いてるかもしれない中足2連打に対してまずなんかちょっと溜めたいなっていう中足が、うん、気まぐれで相手と勝ち合うと相打ちと相打ちならいいけど負けた時砲翼がついて死ぬから、うん、あんま気軽にこれも振れなくて、うん、でも相手が一回振ったら自分も振るっていうのをやると、うん、フッフッってやって、うん、そうそう、それやるとゲージ差がつかなくて、なるほど、しかも絶対に事故がないわけじゃん、うん、まあ本当はまあそれが一応存在するよね、まあそれがあるんならまた警戒して壊しもう混ぜとけいいから、うん、あれなんだけど、もう一個メリットがあって、うん、この互い違い中足やっとくと、うん、相手の2連打目に今の砲撃を狙えるから回しといて、なるほど、いや先には振らない、そう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 、なるほどなるほど、なんだこれは一応この目的もあって互い違い中足が安全かつおすすめあと中足と小足似てるから、うん、フェイクには小足を使うけど、うん、
でも小足って中足に負けるんだ。はい、小足振ってて負けた、さっき。うん、負けるんだ、これ。負けると死ぬからフィンクには使うけど、小足を振りながらそのなるほど、いや回すっていうのはなくて、腑に落ちた。で、コパンはコパンは中足食らわないんだ、はあ、から本当だ、なんかなんだろう、フェイクがてら回すのにはコパンの方がいい、はあはあ、相手が回してるところには小足を打って、相手が中足打つときにはコパンを打つのが理想だから使い分けてたでしょ。うん、なんか変わった。コパンは中足にはあんま似てないんだよ。サードって波動の後に下斜め前で出るから、そうそう、波動拳を、波動拳を入れてんの？いや、もう、うん、斜め前まで入れたりしてる。してる。砲翼の確認の時もそう？あ、中足砲翼の時も。そうだね。完成させた上で、こんな感じ。いや、回してるな。昔は波動だけでやろうとしたりとかしてたと思うけど。とりあえずこのサードコマンドだよな。これが不慣れでさ。当たり前なんだけど。あとはスカ角あれこれなんだろう、中足絶対食らわない距離で待って、うん、相手が歩いてきたの確認で、うん、あ、そっか、歩いて、はい、てかこの距離の相手に歩き中足当てようとして、そうそうそう、歩いてきた確認下がりぐるぐる。これはコマンド早くないといけないです。まあ、そうでもない、まあ、やってみるか。やってみる。くそ、自分の下がりきれる限界距離で待たないと。はい、うわ、もう一個アイデアがあって、はい、まあ早打ちした方がいい、こっちの方が簡単なのかな。うん、あ、純粋に砲翼、中足砲翼何回かやってみていい？うん、遅いんだね、やっぱ。うん、頭抱えちゃってる、スタンプが。誰も見てないか、もはや。いや、なんか暴力の話始めたらスタンプを連打されちゃった。見てないわけじゃないだろうけど、需要の世界中へのあまりのなさがやばい。いいんだよ、アカデミックに格ゲーしてるだけだから。アカデミー、アカデミー。あ、で、はい、で、まだあった。その、早打ちしたブローは、うん、打ってニュートラで待った方が絶対に楽なんだけど、うん、あの、黒田選手の、はい、しゃがみガードで待ってからの下ブローの速さが尋常じゃない。尋常じゃない。入力はそれになるんだ。うん、ニュートラル入れた方が入力あ伸びるけど、でもそれはやっぱ刺さっちゃうからダメってことなの。あーと、そうだね。
あ、いや、黒田は結構適当。適当なんだ、うん、とりあえず早いんだ、そこが。そう、ニュートラがマジで早い。あの人のコマンドはなんかぶっちぎりでやばいから。あのね、下風呂ニュートラの一番ダメだなって思うとこって、うん、下風呂入れっぱだと5フレ受け付けじゃん、うん、6フレ目にしゃがみガードに戻せば下段食らうフレもないじゃん、うん、下風呂…その辺はあんま詳しくないんだけど、まあそういうことなのね、そういう数字になってるのね、うん、で、下風呂で、下風呂ニュートラだと10フレ下風呂受け付けてて11フレーム目にしゃがみガードに戻せばそれも下段に下段食らうフレームはないんだけど理屈上でも実際ニュートラからしゃがみガードって10回中10回ビタでできるかっつって絶対にできなくて後ろしゃがみガードになったり真下しゃがみガードになったりするから多くの人がどっか経由するでしょうね。どっかっていうか、なんだろう、この宇宙でさ、うん、完全に同時 に斜め下に入力できてるわけないから、うん、確かに、うん、100分 0.1 フレずれちゃってたら10回に1回は絶対に見せるんだよ。アレックイケメンキャラだからね、本来主人公だし、うん、だからん、うんうんうん、あれ弱パン紫のコードでしょ、不安があったもんね。もう開けたくない。もうやだよ。から、はい、下風呂ニュートラはニュートラからしゃがみガードに戻すときに絶対に隙が生まれる、うんうん、下段を食らうフレームが生まれちゃうとこが嫌だからやってない。これならこれなら大丈夫、うん、でもサード勢のプレー見てるって今だになんかこんなになってるね。まあ受け付ける時間長い方が取れて気持ちいい、まあね、まあ、結局元気にブローいっぱい取れる時間やるのは間違ってはいないとは思いますし、でも結局立ち回りで入れてる回数俺の方が多いと思うんだけど、ね、入れてる回数、うん、画面に現れてないんだけど、ね、早打ちした風呂かな。早打ちした風呂対早い中足だけど、中足思ったより長いし思ったより短い理由が、うん、中足届かない距離なのに、うん、立ってみて、うん、あちょっとしゃがんでもか、ギリギリが打てない。あ、今そうだったね。あで変動してる、これちょっと変動はしてないな。いや、それはしてないけど、しゃがみからニュートラで立つことないけど、うん、下がり始めも一緒なんだよ、うんうん、
むしろ下がり始めの方が出てんだっけな、だから届かないと思って下がった瞬間に画面端行ったら分かるんじゃない、ニュートラルもあってん、で下がり、あ、始めか、うん、これでいい、あ、でも変わんなそうだね、変わんのかな、ニュートラルもあってもいい、で、後ろカチカチやって当たる瞬間があれば、あ、あ、あるんだ、やばいね、やばいね、魔界てか、立ちがあんまり足元す、あんまりってか、しゃがみように足元すかさないの、やばいね、チュンリーだけだけなんだ、うん、全キャラ中チュンリーだけ、さすがになんだね、でもなんでチュンリーだけなんだろう、たまたまサードから始めたしゃがみポーズがちっちゃいからでしょ、あー独特の、今でこそもうチュンリーのしゃがみっつったらこれだけど、これサードから足を折りたたんでるもんな、うん、ちっちゃくなってるもんな、ちっちゃいオーチのキャラもゼニアッタってキャラいるんですけど、あぐらかいてないでこうやってチュンリーみたいに畳めばもっと強かったな、そうそうそう、あいつあぐらかいてるせいであぐらのとこ蹴られんすよ、こうやって、なるほどチュンリーももっとこう偉いな、こいつは足立ちゃうよね、もう出ないし、足もあ、中足、はい、中足じゃない、机、で自分はあんまり気にしないけど、うん、一応相手は気になる前提で、うん、机の影が取れたらちょっとフェイクよりゲージための中足が割合が増えるいやその攻略、うん、ちょっと増える 30% ぐらい増える、意外と増えてました、普段の警戒とゲージための比率より、一応、はい、一応、はい、一応、一応、ゲージないチュンリーが逆転しようとしてくるのは移動投げとゲンゲリの二択なんだけど、はい、ゲンゲリガードしたら方が高くてしゃがみガードでも、オーマイガー、うん、ゲンゲリ割に合わなくね、いやけど一応中足とかに勝つのか、ガードしても方よく入れる文化だね、そっか、うん、あとゲンゲリが3フレから3フレぐらいから中足に勝つから、うん、ギンギリグラップも食うのか、たまにしてる、あ、なるほど、うん、でも近いとね、中足先端だと浮いて蹴るんだけど、うん、この移動投げ回りだとあの浮いてかわす機能が機能しないから、ちょっとはしてんだと思うけど、今でもだから微妙で、ハッケグラップも実はしてる、それはいいかな、ゲロムズだからいいと思う、ハッケやった次のフレームに上とジャックパンジャック、そうそうそう、上はちょっとむずい上に中足グラップよりいい点って下風呂で取られないっていうだけだから、下風呂で取られるまでは中足グラップでいいと、こ
それやばいな、しかし。最強は何でしょ。この瞬間に何かできないの？これこれこれ。なるほど。少ねえやれること。やれること少ねえし、それ見せたら勝ちだろっていう話よね。でもね、この低い台盤に勝てる発見があったとして、カラジャン着地中足刺さるんだよね。だからね、かまっちゃダメなんだよ。そうだね、やっぱ、うん、サーブチュンリー超強いんだけど、うん、超つまんないところが、うん、ゲージない時に戦う理由がなさすぎて、うん、ないね、うん、ゲージ溜めて砲翼を吐き出すだけの機械だから。まあ一応技を当てたやつの方が早く溜まるなら。でもさ、最終局面がさ、うん、こっち大パン一発で死なない対相手が砲翼一回で死ぬなら同じ体力って。同じ、確かにさっき同じだった、ね、そうだから。なるほど、うん、その分のゲージ溜まるのが遅いとか関係ない、多少被弾が多いとかはあんま関係ないと思う。多少は確かに、うん、あの気分は悪くなるけど殴られたりとかして先に砲翼食らうとかして。気分も悪くなる。最後体力ゼロになる瞬間の別に手数とかは変わんないわけだね。勝率 50%。 まあノーゲージのチュンリーな。そういう話よね、それは多分、うん、開幕サードって結構やっぱゲージがないとダメージ伸びなかったりすること多いから、うん、9はそれが理にかなってんじゃない。一応ね、PA 見てこれだとマジ PA 死毒だし、うん、PA 見てから飛び入れんの厳しいんで、ね、バンバンバンとか。そうそうそう、あのと PA 見て飛び入れるだけならいいんだけど、中足つなげる飛びって結構深く入れなきゃいけないから。しゃがみ台パンは中スピードいける。中スピードはいけない。でもさすがにこういう先端気味はあいけるの、うん、これこの距離はこれもいける。あ、ただ寒いのが、はい、スピバー当てて、うん、相手の投げも合えない投げ無敵なしの不利とかになるから、あの1ラウンド目お互いゲージない時のチュンって、うん、チュンリー対ケンとかで昇竜ノーゲージのチュンリー反撃やすいからっつってさ、うん、起き上がりに昇竜重ねてきたりさ、遅らす昇竜打ってきたり、まあどこで昇竜来るか分かんないぐらい打ってくるじゃん、うん、打ってくるんだ。カシさんとかみたいな、うん、まあ俺が剣でもそうするんだけど、うん、その昇竜に反撃スピバをきれいに決めちゃうと、うん、その投げ無敵なし、相手の投げ回いない不利とかいうゲロキツの状況になるから決めちゃいけないっぽいんだよね。やばすぎに。こういうのにしとけばいいな。八景機構とかだね。決めたらまずい笑い。まあでもゲージ溜まるから決めてもいいんだけどね、うん、あ、
相手もちょっと嫌な気分になるし気分が大事だ、ね、ストレスゲージあるからな、うん、このゲームはストレスを与えてかないで、今年、うん、MOV さんが新しかったのは、うん、今年も新しかったな。新しかったもうなんか2012年に投撃終わってから、うん、サードの攻略あんま進化してないんだけど、うん、ユン使いだけ伸びしろあるのと勝てるのとでユン使いだけ現役プレイヤーが多くてユン業界だけ伸び続けてる。なるほど。でもうさすがにチュンリー対ユン結構ユン有利っぽいんだ。今年もユンに勝てないっすねってラオウさんと言ってたんだけど、うん、どうして勝てないかっつうと、うん、理屈で勝てなかったからなんだけど、うん、追っかけ回してエンゲージ効率で相手をし、うん、追っかけさせるのがユンの手のひらだし、間違いない、追っかけられ慣れてるし、もう20年だ、あれ追っかけきれないよな。で追っかけるのをやめたんだ。ほう。20年目にして。するとどうなるんですか。1回目の幻影陣はタダであげちゃうことになるけど、うん、その最終局面が別に魔界になるから、うん、追っかけて疲れて相手の手のひらで、てか追っかける のリスクが半端なくて、うん、ゲージためを咎めに行ったら鉄山食らったらもうゲームセットだったりするし、雷撃さばくのも難しくなるしっていうのが、もう最終局面の2マックスを目指すだけにすると、うん、ああなるほど、うん、それは確かに雷撃さばくのも簡単になるし、なんなら麻雀してくるユンからこれで逃げ回ってって感じでもショーンも基本戦略そうで、スーパーアーツがめちゃくちゃ減るから、うん、しかも2本溜まるやつがめちゃくちゃ減るから。どれですか2本って。昇竜キャノン。昇竜キャノンあれか、から逃げしこ多少被弾しても最終局面でSA2 回当てれば勝ちの体力対自分がちょっと残ってれば別に。しかも SA の後表裏で SA つくんだショーン。マジ。みんながどういう戦略だったかは分かんないけど、ショーンが一番強い戦法はそうだよ。やっぱ通常技でゲージたまっちゃダメだよ空振りであのゲーム性そうですね、うん、すごいそういうゲーム性になってショーンが強い戦術っていうかね、全キャラそういうスーパーアースがあるならそうなっちゃうもんね。うん、あとさらに言うと道着のジャンプ台系最低空って、うん、ブロられてマイナ4なんだけど、うん、投げはかくっちゃうけど、うん、でも最低空じゃないのをブロって投げやっちゃうと投げすかっちゃうし、うんうん、見分けつかないっすよね一応ね、まあ、つくのかもしれんけどきつい、ね、つけてちゃんと反撃できてる人はいないね、うん、で最低空ブロって膝やっちゃうとゴフレだから死んじゃうし、はいはい、まあ、きちっとドロって殺してる人あんまいないけど、けどショーンはなんと、はい、ジャンプ台系最低空がマイナ2なんだ。ブロられてやば。昇竜キャノンチャンスまかいしかもこのゲーム暗転が、はい、結構昔のゲームだからおかしくて、うん、
暗転した4フレ5まで、暗転した後ね、うん、暗転した直後4フレ5まで相手の入力を受け付けてて、うんうんうん、だからぶっぱ SA を相手が押した入力した4フレ後にちょっと押した入力が吸い込まれてぶっぱ SA に吸い込まれちゃうってことは、ブロラルマイナー2からの昇竜キャノンに相手4フレ以上待たなきゃいけないんだ。てかプラニーからだから6フレ以上待たなきゃいけないんだ。そうするとどうなるかっていうと、うん、ショーンがブロられてから投げれるよね、相手。投げ放題だね、うん、ジャンプ台、昇竜キャノンもっとジャンプ台系最強技すぎて。そうなんだ、うん、知られてないけど。どうすんだろう、江上氏がショーン使ったら中盤シュッシュッシュッってやって溜まったらジャンプで飛んでくるんだ。あ、そう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 。で、昇竜キャノン当たったら氷から昇竜キャノンになる。そうだよね。そう、ダサいもんね。クーペ見てて結構思ったんだけどさ、うん、その何だったかな、例えば富永さんとかのキャラが2本貯めれるキャラじゃないですか、うん、で相手キャラがユンとかで短い1本だったとして、うん、誠側が体力9割とかで、うん、でユン側ドットとかになって、うん、ピオラした時とか、うん、男らしく倒しに行ってんすけど、うん、ユンが1マックスでまだ誠のゲージがいっぱい溜まる要素ある時って超、それはね悩むとこなんだけど、うん、ユンだから、ユンだからやっぱ怪しいんだね。あのね、うん、ダメダメ実はやっぱダメなんだ、うん、駒投げがあって、うん、逆ユンの逆転を防ぐのが無理なんだ。そっか、駒投げのせいがあるのか。幻影陣持った前投げ連がダメで、うん、なんか普通に考えたらユン側も投げて、うん、ああ幻影陣でいいんだけど、うん、ちょっと欲張ると、うん、投げて筋中系パワー幻影陣と、うん、中足パワー幻影陣なの。なるほど。それだと一応相手が前か下に勝ったら、うん、幻影陣が潰されてゲージなくなった上にコンボ食らっちゃうんだけど、うん、ヒットした時に、うん、マジでダメージ7割コースだから。7割か、うん、7割か、確かにできないかっていうパワハラを盾に、うん、さらに欲張ると、うん、前投げ、うん、前投げの一生続いちゃうじゃん。そうなんだよ。だから一応本気で逆転しようと思ったユンが幻影陣持って前投げ前投げ前投げってやってくると魔界。いやこれ前投げされ続けたら逆転されちゃうじゃんつって投げ抜けピッて押したところに7割筋中系ドスって刺さってると死ぬから。なるほどね、うん、まあ少なくともユンにはやっちゃダメだろう、まあ、同じような理由で他のキャラもあれなんだろうな。物のせいなのかは知らんけど、だからユンは生かしといちゃダメだね。捨て身のユンの逆転が防げないから。なるほどね、うん、まあ、他のキャラもきっとそういうような状況になり得ちゃうから、結
局倒した方がいいのかな、大船、大船ね、うん、まあ、チュンリーとかも同じか、こういうか当たってもう一回次のがついて当たったら終わっちゃったりするか、うん、は最強キャラだね。いける順だとチュンリーとケンどっちがいけるんだろうね。あとまあダットリーとかかな。はあ、はあ。まあ今はそうだよね。ユンヤンはまあ言うんだろうね。ユン業界はやり続けてたんか、うん、ヤックンとかがやっぱ最強なんすか。ヤックンと富永さんが現役最強だよ、はいはいはい、でも富永さんは健三に絶対勝てないから絶対おかしいよな、あの人が絶対即死持ってる人に 100-0 つけるってやべえ本当の 100-0 だおかしいよな、まあ、何かが、うん、100個も最強かで、二次予選の時富永さんがやってる横でヤックンの出番が来てて、はい、並びが美しいなと思ってたら、うん、2人ともごたてした美しい最強、うん、橋背負わないのを徹底するの？橋背負うのを徹底してるわけではないの？うん、どういうこと？ダブル吹き上げ食らわないんだったら橋背負った方がいいんじゃない？まあそうだね。でも橋、まあ、そういうのじゃない。それ富永さんを受け入れられなかったやつの末路として、うん、反対側の橋で死ぬっていう反対側の橋出れなくて自分から走ったはいいけど出れなくて死ぬ。そりゃ恥の誠も絶対強いもんね。うん、最強キャラだろあれ。あの人だけ前提がおかしい。うん、チュンリー超えてる強さが、キャラの強さが。こっちだとちょっとマシとかあんの？あ、あるある。あるんだ。うん。つっても、まあつってもな。うん。あ、くそ。あ、いや例のやつ。あ、ほら魔界入った魔界入った。レバーとボタン初期不良ってダメじゃん。何のどこのレバーとは言わないけど。入った。入った。ダメだね。まああのハーネスだろうね。箱が出てるもんな。あいつだけ爪がとかなく、いきなり抜けたもん。開けて例のハーネスの部分なんかギュッてやってみますよ。これはさすがに良くないよね。うん、もう開けたくね。開けたくない。いや、ハーネスが明らかにゆるゆるでした。ちなみにクーペ見てると、はい、サード勢ってなんとなく対空ブロする人が多いんだ。はい、
まあそれはリュウの時に言ったけど、うん、なんとなく対空風呂でたまに反撃できてるから対空できてるわって思ってる人が多くて、うん、そういう風潮があるから、うん、まあなんとなく対空風呂で相手の飛びを受けちゃってる人から順に死んでってたわね順に、うん、鉄の石でガードするやつの方が長生きする、うん、まず高めと低めがさ1回のブロで取れないからしゃがみ対空ブロか確かにいやむずいよニュートラ一瞬しか入れてないそう、くぐんのは強いね。チュンリーいいね。スト5もこの前捨てだったら文句なかったもん。ちなみにね、うん、もっと引きつけてくぐっていいよ。なるほど、うん、なるほどなるほど。確かに確かに。ちょっと、カラジャンしてきて。かわいい。これを抜けて。これを抜ける？あ、俺が？うん。これを抜けつつ、ダッシュだった時に、投げ抜けを出さないっていうのが、うん、できるの？できないから。できない。あ、から強い。ちなみにシャガグラしてみて。シャガグラ。はい。シャガグラとかにもちょうど刺さりやすいフレームになってるから。割と強い。これさ、うん、壊しになってんのそういうことだよね。そう、同情しミス。あ、同情しがミスってんのかな。俺、あれが悪さしてんのかなと思って。同情しミスもあるでしょ。恨みし何回かやってみて。あ、全然出るのかな。そう、出る。でも抜けれてんだよね、要するに、うん、壊しグラップになる。そのズレは1フレ1フレなら OK ってことだよね。そうそう、うん、見てこのコンボ。んそれバンババンにやってたやつじゃん。あ、そっか覚えてるよ。これタチチューパン一発分減る。もう一回やって。12だよ、12。これちょっとそっちでやってみて決めて。これ？うん。わからん。繋がってない。なんか。なんだっけ、パンテラのケーブルだけ新しいの仕入れたっつってた。ごめん、繋がんないな。もっと低く？うん。あ、繋がってた。うん。今は使用上出ない。きたー！ 12 じゃん。12か。中盤より減ってないよ、やっぱり。中足が13か。ま、どうも。ユンとかはね、これで殺さなきゃいけない時が必ず来るよね。そうなの、うん、どうして。開幕幻影陣編むと、開幕下中盤一回空振ってから幻影陣しなきゃいけないので、うん、めっちゃ。なるほどなるほど。相手のゲージを一度とも貯めないコンボ。確かに確かに、うん、終わり。いや、しゃがみでスカル距離から後ろに入れると食らうのは衝撃だったね。うん、いや、そうなんよ、うん、
意外と長えって思ったけど、うん、それはもう仕様だったんだね。そう、意外まあスト2とかスト4とかのあの足払い戦の理屈じゃないんだね、ちゅに関して言えば。だけは、うん、普通のキャラは普通なんだ。9とかは立ってもしゃがんでも同じなんだ、うん、一緒なんだ、うん、いやだってどのゲームも立ったら足元薄くなってたやんていうかそうじゃないとなんか、うん、しゃがみの方が強いってルール上おかしくなっちゃう、ね、間違いないですね。しゃがみを分厚くあるべきなのはもうしゃがみガードが強いからこそしゃがむことのデメリットをさ、うん、設定しなきゃいけないのに。アカデミックだったね。チュンリー特殊だよ。特殊かつつまんないけど超強いよ。いやまあルール覚えて遊ぶっていう意味では、うん、いいお勉強にはなる。なった、うん、逃げ思考で大体のキャラ対終了してるから、うん、最高だぜ、うん、ユン戦ももうその昔の攻略昔ってわけでもないけど今までの攻略でやっても不利が覆えないから、うん、画期的に逃げ思考ユンに対して逃げ思考するっていうのが結論出したのがクーペの2日前とかで、一応その戦術ってさ、うん、どっかでその中足なりなんなりを当てにいかないと始まらないわけじゃないですか、うん、どこでそれは取るんですか、まあ、そこはやっぱ雷撃なり鉄山なりなんかを狙い撃ちして1回、ね、1回狙い撃ちすればいいからってこと。そうで、クーペ実際2ラウンドそれで綺麗に勝ってる。やばすぎ、4ゲージ使ったのよ。1回は遠すぎて、うん、遠すぎて相手の鉄山がスカッとこに中足効力とどんだけ下がってんだよ俺突進技のいや遠距離発動だとやっぱねだいぶまず最初の下から来るか上から来るかの読み合いなんか2分の1を勝つと、うん、もうだいぶ崩れないので、うん、原人のタイマーは短い状態で、うん、まあ結局全部を食らうとあれなんだけど、うん、そうだから1回は鉄山が遠すぎてすかして放力と2回目はもう遠すぎてしょうがなくなんか前ジャン大雷撃とかで一番甘い角度で来たのすらスカってる着地に中足がプスって刺さってとりあえず近づきたいだけの甘い雷撃とかをとがめただけだから難易度激下がりで前ジャン大雷撃がスカってるのを取ってるってすごい、うん、すごい状況だな、うん、なんかどうしたらいいか分かんなくて困ったって言ってた来ねえからおう何それ何それオーバーウォッチのね、うん、衣装とか出るやつ、うん、朝木さんは今、ね、オーバーウォッチが 75% セールした時があったんですよ去年、うん、その時におすすめっつったらやってくれて魔界に入った。なるほど魔界まあユン使い相手が来ないことに慣れてないからね。あ確かにこっちとら
おめえが早くおめえから来いよみたいな催促する試合はだいぶ年季入ってるから。錦子ユンはすごいキャラだよな。実はクーペにいた会場の中で一番逃げしこなのは MOV さんなんじゃないかって話になってた。バナオとかとアリュラオウさんも言ってた。だって逃げて貯めなきゃナメプじゃんこのゲーム性。サードの話終わった。ありがとうございました。02も貯めてオリコン吐くゲーム、03も貯めてオリコン吐くゲーム、セカンドも貯めてファーストは貯めて A 級狙うゲーム、ゲージ技強すぎちゃダメなの。強すぎちゃダメなんじゃないの、強すぎてもいいんだけど、なんかうまくやったリスクをうまく背負って攻めた側だけゲージがもらえるとかが尊いよね。そういうことっすよね。そう作れれば作れる。ガクラはいいのかもね、やっぱり。それは確かに。触るのうまい側が偉い。ゲージ募集。ゲージ募集いいじゃん。江上氏のプレイが全否定される。あ、ゲージ募集とあるの分かる？分かりますよ。ネガティブペナルティ。はい、俺最初のギルティやってたけど、ネガティブペナルティが出ようがなんだろうと絶対行かなかったからね。やばすぎ。まあゲージなくてもすぐ即死級のコンボとか連携があるゲームだったからなんだけど、まあ、それだったらいいかもな。もう絶対行かないっつって空中、しょうがなく来た空中ダッシュ用に技を一生置き続けてた。お前の髪型がかっこよくなって。なるほど。しかしミニ四駆ガチ勢に無理だ。もう片手間じゃ絶対勝てない。あれはやばいっすね。さっきの映像はちなみにその横浜のやつだ。あれはそうかな。かなりの再現度なんでしょ、公式のレーンと。そう、レーンってギミックとかも真似してるってこと。そう、かなり優勝者出てる、ね、そこで仕上げちゃおうかな、うん、相変わらずあれなんすか、引くお的ないつもので。なんだけど、もう MS シャーシーを生かして、はい、サスペンション流行りそうで流行んなかったじゃん。はい、流行んなかったしね、結局。なんでかっていうと調整が難しくて、逆に自分の首を絞めることが多くて、うん、狙った沈み込み具合とかになんないとかえって跳ねちゃったりとか、うん、だったんだけど、今フレキっていうのが流行ってて、はい、サスペンションではないんだけど、そのまあくねくねする機能だけ、うん、沈み込む機能だけ活かして、うんうん、マシンを柔らかく入れようっていう。あれがさっきのやつ。
に加えて前後のバンパーも、もういろんなギミックで、スライドだけじゃなくて、下から引っかかった時にすごくいなす動き、どういうこと？こうついてて、それがどうなるの？いなす、下が触れたら、これバンパー、あ、痛い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 、膝が、膝ぶつけた、選手生命が、膝はいつにいいっすよ、俺が車椅子押してやりますから、痛い、これバンパーじゃん、はい、あっち前じゃん、うん、こっからこうなるのはもう結構前からあるんだけど、まあ、スラダンだね、あ、スラダンはこう、はあ、ああ、そっか、あ、スラダン、まあ、うん、まあ、さあ、そうだ、こうなんだけど、うん、左右独立スラダンにすると、うん、こうなんだけど、これがピボットって言われる動きで、で、さらにこいつがこう回転するんだ、うん、そうすると下から、うん、下からなんか突き上げて、ほら、ここだね、当たんのがコースに当たって、当たったらこう行くんだけど、これプラスピボットだとこうなるから、はあ、じゃん、うん、とか、あとはアンカーって言われる、ここ1点、ね、1点で支えててバンパー自体を、はあ、でバネとかをうまく使ってなんかこういう動きができるようになってて、ただまあ普通のコーナーでも毎回こうなってたらまともに走んないから、うん、あの左右からの力に対してはあのあんま動かないように制御してて、下から受けた時に自由に動くようになったりするから、引っかかったぐらいじゃなかなか死なないシステムが結構浸透してて、なるほど、それに加えてシャーシもくねくねだから、うん、だから結局そっからのスピード勝負にまたなって、なるほど、うん、ガチ勢のあれじゃないですかガチなギミック積んだ上にガチ勢の得意なジャンルで結局、でもギミック自体隠されてないから、もうなんかできそう、ライトユーザーでも真似してってるって感じ。なるほど、うん、なるほどね、やべえな、やばい、進化がすごいそれはもう MS チャーシュなの？そうだね、 MS が多い、あ、ただバンパーの、うん、あのアンカーとかピボットってギミックは別にどのシャーシでもできるから、サスの時にいいってこと？ん？サスペンションの時に MS だといいの？ MS はその三分割のシャーシを生かしてフレキっていうのを作るから、フレキか、フレキシブルのフレキ、他のシャーシだと柔らかくするぐらいしかない。なるほど。で、俺も MS フレキノウハウないのに作っても多分うまくいかないから。で、スヨンクはフレキ勢多いんだけども。そうなんだ。うん。から、MOV さんもフレキにしないんすかとか言われるけど、ライトユーザーなんですって。MA シャーシっていうのを、でも実際 MA シャーシかなり速いからデス四駆の人たちよりスピードは出てるんだけど、それを柔らかめに作ってるだけなんだけど、のが練習してたら折れて、柔らかくするイコール折れやすいから僕も魔境かよ、しかし魔境だらけだよ、なんかやっぱ
インターネットの発達で。そうっすね、うん、そこにつきますね、正直。そうだと思う。将棋界も突然魔境になってね、あんな何百年続いてるかわかんないゲームがここ数十年で突然魔境になってるし、魔境になった原因もろすあれっすもん ね、情報とかのその集めやすさとかっすよね、きっと。どの対戦ゲームとかのレベルも明らかにね、本当にどのジャンルとかもだよね。空き巣ができない。あ、だってミニ四駆だってベギぐらいの知識を持って、うんうん、ね、90年代のブームにタイムリープさせたら無双できちゃう。そうっすね。情報だな。情報格差がなくなった今、何で差がつくかというと、あの、かけろだよね。かけろ。かけろ。つかねえ。でもガチ勢すごいな。今の話ゲームとかじゃなくて仕事とかもいずれそうなるだろうね、なんか、うん、だってみんな同じ情報を得たら同じことぐらい、うん、よほど難しい乗り込め技術とかじゃない限り、うん、職人とかが結局お帰りするってことなんだっけな、なんかの職人が完全にオワコンになったらしい。オワコン、あーでもそっか、職人とかはそういう 3D プリンターが出てきてオワコン、そういう終わり方もあるのか。やべえ、魔境じゃんやっぱり。やばい。そっか、科学は本当に人を幸せにしたのかっていう。はい、別にこれは一人でもできるから。え、だってこれは無理でしょ、うん、明らかに。、うん、この家に置いとくレバーになるわけだしさ、きっと。これを客人とかに使わせるわけにもいかんです。いかんざき、右寄せで使ってっつって。舐めてんのかって話。科学は人を幸せにしたのかといえばさ、はい、カプコンカップの帰りにさ、はい、飛行機でホームアローン見ててさ、うん、2かな。ホームアローンってなんか怖いやつ、怖いってかなんかちょっとホラーチックなやつでしょ。いや、キッズが家に、キッズが毎回家族旅行から取り残されて、うん、家で一人で泥棒と戦う。泥棒戦ってんのかあれ。おっぱらんだけど、そう、あらすじはちょっとはで、まあキッズの可愛さを、うん、が売りなんだけど。毎年クリスマスなんだけど、そうそうそう、おもちゃ屋、ニューヨーク一のおもちゃ屋に行くシーンが出てくるわけよ。ほう。で、家族いないのに行くの？家族と行くの、うん、いや、一人で、うん、うわ、おもちゃやべえみたいになって、うん、もう、ここはこの世の楽園かみたいな感じでキョロキョロしてるんだけど、うん、ファミコンが出る直前ぐらいの、ファミコンあんのかな、映画だから、うん、おもちゃって言われてもっていう、クマのぬいぐるみとか並んでるわけだ。うん、
木の汽車とか。なるほどね、うん、まあでもおもちゃだよ。うわマジ確かにファミコン夜明け前のおもちゃなんてこんなもんかもしんないけど、マジときめかねえと思って、マジほんの数十年前まで娯楽なんてそんなもんだったんだなって思うっていう体験もしたんだけど、最近ミニ四駆がこここうしたかったんだよなみたいなのを完成させて眺めてると、あれこれ眺めてるだけで一日使えんなとか思うと、別にクマのぬいぐるみを眺めてるのとかと違いがないから、別に、まあ、最新のものが偉いわけじゃないって話よね、うん、その辺に関して言えば、うん、でも我々ロロではっきりしたじゃん。そうだね、グラフィックとかじゃねえって。別にロロは決まったな。音楽なんて何秒でループしてるかもわかんないし、画面内におけるエフェクトの数なんてね、もう大してないし、でもあんなに決まれるんだから、あんなに決まったゲームな、ないよ。え、ここ数年あのジャンルっていうか、対戦じゃないジャンルであんなに決まれたことあった？対戦も別に決まってないもん、うん、乾ききって乾きか、うん、でも去年サコさん倒した時だけちょっと嬉しかった、うん、純理目なんて辛かったからな。終わってた、うん、2年ぐらい辛かった。チュンリーメラドともすごかったし、ラシードチュンリーも、うん、おーマジかよって思って見てたけどね、正直、うん、ようやく倒せる強さにはなったね、うん、優勝したけど。今までのダメージレスは何だったんだよっていう、結局ジャンプダイパンのぶっ刺さりとか見て結構がっくりしてた俺は。あと端に押し被弾、何体力負けてても端に押し込めばそれで出さないで終わるとか、うん、確かにそうそうそうね、うん、体力がしかもひどい時は殴って溜まったトリガーで竜巻出して、それで押し込んできてそっから出れなくて終わるだから殴った俺が悪いのっていう感じだよね。リベンジゲージシステムは逃げしこよりやべえな。そうね逃げしこ云々はまあまだなんだろう、選べるというか、まあ、勝ちを目指してたはずが相手にチャンスを与えてるっていうあのシステムは危ない。そうね、まあ Z 縛りで 0-3 やろうぜみたいなルールを決めてやればいいんだけどね。